グラトリのプレスの姿勢で体の軸を整え、回転軸を作ることができれば板さばきがうまくなりますので、ぜひ今回の動画真似してみてください。こんにちは、レイトプロジェクトの滝沢健一です。今回はグラトリはもちろん、スノーボードの板さばきがうまくなる、ね、練習方法を紹介しますので、ぜひね今シーズン真似してもらいたいなと思います。はい、今日は何をやるのかというと、プレススピンです。はい、プレスの姿勢をキープしたままぐる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 回るやつですね。はい、これできることによって、体の使い方とか回転方向へのね、目線の送り方などがですね、分かるようになりますので、ぜひね練習してもらいたいなと思います。まずどんなことをやるかねお見せします。まずこんな感じですね。バックノーズの姿勢から目線山側に送る、ぐるぐるぐるっと回ってくる、この動きです。次はこっちです。バックテールの姿勢から、バックテールの姿勢からくるくる回ってくる、これですね。はい、この練習をぜひしていってください。はい、これのポイント3つあります。まず1つ目は、軸足しっかりキープしておきましょう。はい、右足に乗るなら右足、左足に乗るなら左足で、はい、足先から頭の上まで軸1本ちゃんと乗せるようにしていきましょう。そして2つ目は、上半身を回転方向にひねったままキープするようにできるようになってください。これがポイントですね。はい、そして3つ目は、逆エッジにならないように常にエッジを逃がしながらやっていくね。これが分かってくるとできるようになりますし、グラウンドトリックやラントリなどですね、他の動きにもね役立てることができるようになっていきますので、ぜひ真似してみてください。はい、ではまず体の軸を作るっていうところからいきたいと思います。体の軸は、はい、もうプレスの姿勢ひたすら練習しまくってください。全方向のプレスね。はい、バックノーズ、これでしっかりと、はい、この前足、ね、上に軸乗せれるように、そしてバックテールね、バックテールも後ろ足の上に軸乗せれるようにしてあげる、そしてフロントテールも軸足の上にちゃんと乗せれるようにしておく、ね、そしてスイッチのフロントテールもこれが前提になっていきます。そして言うのを忘れました、今回やったこのねプレススピンに関しては、今やった4つのプレスが必要になってきます。バックノーズ、バックテール、そしてフロントテールとスイッチフロントテールになってきますので、この4つのねプレスを先に練習しておいてください。はい、でこれで体の軸できるようになったなと思ったら、今度上半身のひねりをキープするようにやっていきます。見ててくださいね。はい、これが結構難しいです。しっかりと上半身軸キープしながら、上半身ひねったままこのまま乗っていく、このままこの姿勢キープ、はい、で回っていくようにコントロールして上げてください。はい、でこの時のポイントとしては、上半身と下半身のツイスト運動を使わないっていうところですね。はい、上半身のどうしても板回したくなってくると、こうやって上半身動かしたくなっちゃいますよね。それをやらないようにしましょう。ちょっとダメな例やります。見てくださいね。バックノーズやったの、これですね。こうやって板回すのに、どんどん使っちゃうからね。これをやらないように練習していきましょう。もちろんこれ今のやつをやっても練習にはなるので、一つの動きとしてはいいんですが、まあ、今回はね他の技に、ね、応用が効くように、ちょっとこのねひねりをねずっとキープしたままできるように練習しておいてください。この動きができるようになってくると、ソネとかの動きでね役に立ちますね。はい、もう一回いきますよ。見てくださいね。今度バックテールでいきましょう。うわー、はい、バックテールからひねりを入れたこれね結構難しく感じる人いると思います。特に回転がぐるぐる回っていってるので、じゃあどこで回転力を生み出してるの、ね、生み出してるのかって気になると思うんですね。ここで3つ目のポイント、逆エッジにならないようにエッジを逃がすっていうところが出てきます。ここで実はね、エッジを使って回転力を生み出してるんですよね。はい、特につま先側のエッジです。フロントテールでつま先のエッジに乗ってる時、この時に急激なつま先ターンをしてるんですよね。でそこで回転力を生み出したものを次につなげていくようになります。ちょっと お見せしますね。はい、何をやってるのかっていうと、前足に乗った状態から急激につま先ターンをかけるとぐるぐる回るんですよね。はい、
この動きを入れてます。反対側も行きます。はい、つま先側のターンをしているときに、はい、前足に乗って急激に回すと、そこで回転くるくるくる、これだけ、こんな状態になっています。これで回ってるんですよね。そこで生み出した回転力を次につなげる。でそのままエッジ逃がしていく。でそこでまたつま先のエッジをかける、ね、でも回転力を生み出していく。つま先のエッジに乗ったところ、乗ったところで回転力を生み出していきます。でこの動きが例えば骨、ね、骨をやろうかなと思ったらここでこの動きですね。で結びつくようになっていきます。はい、なので、ぜひですね今の動き、練習してみてください。プレススピン、この3つのポイントです。体の軸を作る、ね、そして上半身ひねりっぱなしにしておく。であとはエッジを逃がしながら回転力を生んでいくっていうところに結びつけていってください。はい、そうすると上半身と下半身ツイスト運動をしなくても永遠にね回ることができるようになりますので、ぜひやってもらいたいと思います。はい、今回以上となります。長い時間お付き合いで本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。レイトプロジェクトの滝沢健一でした。バイ。はい、それではね深掘り解説行ってみましょう。ここから SBOS&YouTube メンバーの方限定のレッスンとなりますので、ぜひね上達に生かしていってください。上体からプレス回るけども回転スピードは遅い状態、どっちかといえば